時間ゲーフデラックス時間チャックス。カナマス。皆さんこんにちは。見てください、こちらたくさんのジオさんグッズ発売になりました。イエーイ。なので本日より回数を分けまして一つずつ紹介していきたいと思います。まずはゲイツさんのデラックス時間チャックス、そしてデラックスフォーゼライドウォッチビクラ卵リンリンリ、こちらです。デラックスライドストライカー、もうね、どれもこれもね、もう嬉しい、最高。ではでは、このようにたくさんあるのですが、本日紹介するものはこちら、時間ゲーフデラックス時間チャックス。イエーイ。ねえ、これとっても気になるアイテムなんですが、なんとね、こちらにも書いております、斧から弓に変形、決めろ必殺技ということで、斧モードと弓モードの2つのモードで遊ぶことができます。まあ時間切れの時もね、剣と銃と2つのタイプで遊ぶことができましたが、今回は斧と弓ということで見ていきましょう。まずは箱を見ていきます。ドドーンとゲイツさんのお顔が見えますね。そして先ほども見ましたが、斧モード、そして弓モードということで、2つのモードが正面にバーンと来ております。なる時間ゲーフデラックス時間ジャックス、箱をくるりとしてみると、時間ジャックス斧モードを持ったゲイツさん、斧モードです。でくるっとすると、どのような感じで音声が流れるかとか、ね、書いてあります。弓モードでございます。はい、そんな感じでした。それじゃあ箱開けてみるよ。ドキドキワクワク、じゃじゃーん。このように斧モードで入っていました。では出してみましょう。まずせーの、うわ、おー、いいですね。このね、赤と黒のね、配色がとてもいいですね。斧ってはっきり黄色で出てるけど、ほんとこれがね、またいいんですよね。すごいかっこいい、かっこいい。それではまずはいろんな方向から見ていきましょう。でははじめに斧モードから見ていきます。これがね、斧のね、えいえいっていう部分だと思うんですけれども、はい、こんな感じでここにね、ライドウォッチがつくようになっています。はい、持つところはこんな感じ、ここがトリガーだね。それではくるっと回してみましょう。はい、こっちはこんな感じですね、見た目はね。でくるっと先ほどの裏側になります。はい、このようになっています。こちらにね、電源がついております。で、この辺に電池が入るのかな。はい、とってもね、裏もなんかこうピカ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 ってね、ギラギラ輝いてるわけではないですが、ね、ツヤがある感じです。はい、またくるっと回しまして、はい、こんな感じになっております。なるほどね。では次、弓モードの状態を見ていきたいと思うのですが、弓モードにするにはこのブレードと呼ばれるこのね、部分をぐるっと回して、というかぐるっと開いて、ね、パチッというまでね、止めます。こちらが弓モードです。では弓モードを見ていきましょう。きちんとね、弓って書いてあります。はい、ちょっとね、カメラに入りきらなくてごめんなさい、横に来ますね。こんな感じです。くるっと回すとこんな感じで、結構ね、幅がありますね。ではまたくるっと回します。はい、こんな感じです。斧モードの時にね、見えてた部分がこのように後ろ側に来るんですね。正面に来る部分を上に抜けるとこんな感じです。一応こちらね、少し柔らかめの素材が使われております。ということで、こちらが弓モードでした。ではでは音声を聞いていきたいと思いますので、ちょっとね、まず電池を入れていきます。電池を入れる場所はこのね、斧モードにした時のここ持ちところ、ここですね。ここに単4電池2本でございます。それでは電池のセットが完了したので、いよいよ電源を入れていきたいと思います。電源は裏ですね。はい、ここです、ここです。いきますよ。時間ジャック
うわ、意外な音だった。ギガンジャックスって言ったね。ギガンジャックスみたいな感じで、軸ドライバーみたいな音声かと思ったら違った。電源を入れた時の音はこんな感じです。それでは早速遊んでいきたいと思います。今はオノモードになっているんですけれども、弓モードに変えて弓モードから遊んでいきます。弓モードに変形します。音に注目。聞きました？今の You me って言いましたね。音声を改めてまとめて確認していきたいと思います。それでは遊んでいきます。まず通常攻撃です。こちらのレバーを引きます。そうすると引く音が鳴ります。そしてレバーを離すと射撃音が鳴ります。はい、こんな感じでした。で、こちらのね、トリガーを引いても同じ音が鳴るということで、ちょっとやってみますね。同じ音でした。では次、スペシャル攻撃行ってみます。こちらに時間切れ度にね、似てるんですが、技ボタンがあります。そちらを押して、こんな感じでした。この技ボタンを押すとタイムチャージってなったね。そして5、4、3、2、1、0タイムって言って、レバーをね引いて離すとキワキワ打ちっていうのがなります。次は技ボタンを押してカウントダウンの途中でレバーを引いてみるっていうのをやってみます。こんな感じでした。ではでは、一旦音声確認していきましょう。はい、ですね、まず、オノモードから弓モードに変えると、ユーミーって言います。で、弓モードからオノモードに変えるときは、オーノーってなります。面白いよね、これ。ユーミー、オーノー。先ほどのスペシャル攻撃についてですね、ボタンを押して、タイムチャージ、5、4、3、2、1、0タイム、キワキワ打ちでございました。では次、ライドウォッチをセットして必殺技を決めてみたいと思います。時間ザックスにゲイツライドウォッチをセットして弓を引いて離す、こちらが一連の流れになります。では行きます。すごい。では音声確認していきましょう。はい、箱の裏側はオノモードの音声が書かれているので、説明書を見ていきたいと思います。まずライドウォッチをセットしてフィニッシュタイム、待機音が鳴りますので、レバーを引いて離すとゲイツギワギワシュートとなります。で、先ほどもなんですが、レバーを引いて離してもトリガーを押しても、まあ、同じ音が鳴ります。はい、そんな感じでした。次はオノモードに変形してオノモードの技とかね、やっていきたいと思います。その前にライドウォッチを外します。そして弓からオノモードに変えます。はいはい、やはりオノモードもかっこいいですね。それでは通常攻撃やっていきます。レバーを引くもよし、トリガーを引くもよしですが、弓モードの場合はレバー、オノモードの場合はトリガーっていう感じでやっていきたいですね。ということで、トリガーでやっていきます。まずは通常攻撃。はい、こんな音でした。では次、スペシャル攻撃です。スペシャル攻撃は技ボタンを押してカウントダウン終わってからトリガーを引きます。もう一つ、カウントダウンの途中でトリガーを引くっていうね、2つのバージョン一気にやっていきます。どうぞ。
いはい、こんな感じでした。では音声確認してみましょう。オノモードのスペシャル攻撃は技ボタンを押すとタイムチャージ。5、4、3、2、1、0タイム、ここ同じですね。そしてトリガーを引くとジャクリワリーって言ってました。ジャクリワリーです。そしてカウントダウンの途中にトリガーを引くと消費殺技をという感じでした。ジャクリワリーなんかいいね。それではライドウォッチをセットしたバージョン行ってみましょう。順番としては弓モードの時と同じくゲイツライドウォッチをセットしてトリガーを引く。わあ、ジャクリカッティングって言いましたね。はい、ちゃんとね、確認していきましょう。はい、こちらも説明書を見ていきましょう。ゲイツさんのライドウォッチをセットしてフィニッシュタイム。トリガーを引くと、ゲイツジャクリカッティングでした。なんかね、この音いいね。っていうか、ね、待機音ジュンタカ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 みたいな。この待機音すごいかっこいいと思う。聞いてみよう。ほら、この音なんかかっこいいよね。ねえ、ええ、うわー、なんつって、ちょっと気になったところがありまして、時間切れドと同じくどんなライドウォッチつけてもまあ同じ音鳴るのかなっていうところで、カズミのグリスライドウォッチをセットしてみます。どんな感じかな。やっぱりグリスジャクリカッティングみたいな感じかな。やってみます。はいはい、やっぱりね、そんな感じですね。ここにセットしたライドウォッチの名前がね、なんとかって言ってザクリカティングっていう感じですね。満足満足。はい、ではここでですね、ちょっと時間ザックスどんな感じで使っているかっていうね、ものがテレビくんにですね、ゲイツの武器技マシンっていうところにあります。ゲイツの武器です。時間ザックス弓モードと斧モード、はい、しっかり出ておりますね。弓矢や斧になるゲイツの強力武器だ。はい、こんな感じです。皆さんいかがでしたか。デラックス時間ジャックス紹介いたしました。こちらは弓モード、斧モード、2つのモードで遊べるのでとっても楽しいですね。斧と弓ってね、なんかセンスいいなって思っちゃった、まあ、これは僕の好みなんですけどね、こちらね、テレビでもどん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 活躍してくれることを期待しております。頑張れゲイツさん。で、本日デラックス時間ザックス紹介したんですけれども、次回はこちらデラックスライドストライカーを紹介していきたいと思います。こちらはね、バイクってライドウォッチのね形でなってるんだけど、それがバイクになるんだよね。ビルドさんの時はビルドホンだったよね。懐かしい懐かしい、携帯がねバイクになったんだよね。はい、ということでこれはね、次回お楽しみに。本日はデラックス時間ザックス紹介しましたってさっきも言ったか本日も最後まで見ていただきありがとうございます。グッドボタンとかチャンネル登録してくれるととっても嬉しいなね。はい、それじゃあまた見てね。バイバーイ。ザクリワリー、ハマっちゃった、頭から離れない。ザクリワリーワリー。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押すか、この小豚さんのマークを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたくさんあるのよ。みんな